白百合ペット王国、皆さんこんばんは。こんばんは。今日も始まりました白百合ペット王国。元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属し、なぎなたの有段者で数々のボランティア活動をされている茶子さんと、所沢の米で日本酒を作る会を立ち上げ、脚本、童話、エッセイも書き、ペット総裁の仕事をされています菊池一夫さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場までペットの一生を網羅した30分ラジオ番組です。この後一緒にどうぞお付き合いください。今回のメニューはお便り紹介、北海道の白川ひろみさん、東京の秋山たまみさん、セミの一生を見てみる、童話ライブ、月としのちゃんとかくれんぼでお送りします。この番組は所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS と、ペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたします。それではオープニング曲、シンガーソングライター八木田舞ちゃんで哲学をお聴きください。白百合ペット王国、今回もお便りを頂戴しております。はじめに北海道の白川ひろみさんからです。今月と朝日が一緒に見られてとても美しいです。鳥と虫の声も聞こえています。穏やかな時です。様々なことがたくさんありますが、次女が自立するのを楽しみにして、私も自立し社会復帰を目指します。この時間の爽やかな風が気持ちいいです。娘たちとたくさん笑い合っています。負けません。8月18日4時37分白川ひろみ。次はエンディング、日の光の作詞作曲をされたピアニスト秋山たまみさんのお便りです。残暑お見舞い申し上げます。今年の夏も大雨だったり猛暑が続いたりの日々ですが、お元気でお過ごしのことと思います。我が家には庭の石製インコがいますが、もう5年経ちました。早いものです。相変わらずのマリンとマルちゃんですが、元気なことが何よりです。放し飼いにしていますが、夜はちゃんとカゴに入り、カバーをかけて9時にはお休みしています。動物とはいえそれぞれの性格があって、それは変わらないですね。人間と同じとも言えます。餌を食べるときはマリンが強く、あっちへ行くぞという行動はマルちゃんが先頭になることが多いです。人間と同じで焼き餅という感情もあるので面白いですね。私とマルちゃんでラブラブしていると焼き餅焼いてすぐ飛んできます。逆にマルちゃんはそれほど焼き餅を焼きません。さっぱりした性格です。庭の相性はバッチリで平和です。一日も長くこの平和が続くことを祈るばかりです。
人間の世界は戦争というどうしようもない愚かな方向へ行こうとする人たちがいて、それに振り回されるという悪夢が現実です。なんとかなりませんか。菊池さん、茶子さん、平和が一番ですね。近況報告させていただきました。どうぞご自愛のほどよろしくお願いいたします。秋山たまみ。白川さん、秋山さん、お便りありがとうございました。はい、ありがとうございました。茶子さん、はい、9月8日は白露と暦にありました。夜間の気温が下がり、草花や木に朝露が宿り始める時期のこととありましたが、季節は確実に変化しているんですね。残暑の厳しい夏でしたね、はい、でも朝晩は過ごしやすくなって、エアコンつけなくても休めるようになりましたね、うん、今セミが行く夏を惜しむかのように鳴いています。このセミの寿命はああして鳴くようになって1週間ほどで終わると聞いた覚えがあります。そうですね、うん、私もそう教えてもらいました。はい、せっかくですから今回はセミの一生を見てみたいと思います。ペットセレモニー、愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの送り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー、カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。白百合ペット王国。子どもの絵本によく出てくる夏の風物詩、麦わら帽子の子が網を持って木の上のセミを取ろうとしている姿ありますね、はい、実はセミの一生は決して短いわけではないようです。セミってどんな生き物？資料から見てみましょう、はい、セミはカメムシ目に分類される虫で、カメムシ、アブラムシなどの仲間です。ミーミーン、ジリ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 、カナカナカナなど、うん、種類によってさまざまな鳴き方をします、はい、セミが鳴くのはオスがメスを探したり呼んだりする求愛行動なんです。鳴くのはオスのセミだけで、メスのセミは鳴きません。鳴く時間帯もセミの種類によって違っています。セミは口で音を出して鳴くのではなく、腹部分の発音筋という筋肉が発音膜を震わせることで音を出しています。日本のセミは何種類くらいいますか？日本には約30種ほどいます。世界には1600種もいると言われているようです。そんなにいるんですか。このセミの一生、寿命っていうのはどのくらいのものでしょうか？セミの幼虫は地表から20センチから70センチほどの地中に潜り、木の根の樹液を吸っていきます。その期間は数年から7年くらい、長い場合は17年もの幼虫もあるようです。しかし成虫になって地上で過ごす期間はわずか1週間から数週間、
環境が良くて長生きした場合でも1ヶ月ほどです。つまりセミの一生は平均して幼虫の期間が7年ほど、成虫はわずか7日間で、合計7年と7日ほどということになります。そのセミの成長過程は、セミの一生はどんなふうに進むのでしょうか。セミは卵から幼虫、そして成虫と成長の過程で姿を変えていきます。日本で最もポピュラーなミー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 ンっていうアブラゼミ、その場合見てみましょう。セミの産卵はどんなふうに、夏、成虫が短い寿命の中でオスとメスが出会って交尾すると、メスはお腹から産卵管と呼ばれる器官を木の皮に突き刺し卵を産みます。アブラゼミの卵は長さ数ミリほどの大きさです。セミの孵化の時期は、木の幹や皮に埋め付けられた卵はそのまま冬を越します。次の年の梅雨の時期、6月頃になると卵は孵化します。卵から出てきた幼虫は木の幹や皮から地面に落ちて、そのまま土の中に潜り込みます。セミの幼虫期、アブラゼミの幼虫が土の中で過ごす期間は3、4年ほど。幼虫はこの間木の根から栄養を吸い、少しずつ成長していきます。その地中生活の間にも何度かの脱皮はしているようです。セミはやがて大きくなって羽化する。3、4年かけて成長した幼虫は夏になると土から地上に出て羽化する場所を探します。木に上がって高い位置まで登る幼虫や低い草などで羽化する幼虫もいます。羽化の場所が決まったら、やがて幼虫の背中が割れ始め羽化が始まります。1時間ほどで羽化が完了し、薄かった体の色が少しずつ濃くなり、アブラゼミらしくなっていきます。ちなみに羽化が行われるのは夕暮れの後の暗くなった時間帯。羽化するときは外敵から狙われやすいため、それを避けているためです。羽化して殻になったあの抜け殻がうつゼミと言われるものなんですね。8月1日からの放送分で長壁筆さんの詩うつゼミがまさにこのセミの抜け殻を読んだ作品でしたね。夏休みになると網と虫かごを持った小学生の姿が見られますが、セミを取って何を食べさせたらいいんでしょう。セミは基本的には生きた木の樹液しか吸わないので、飼育が非常に困難だっていうことが言えます。ただでさえ短い寿命なので、できるだけ自然の中で天寿を全うさせてあげたいものですね。この前ちょっと思い出したんですけどね、買い物に行こうと思って歩いてましたらね、何か飛んできて、それで肩のあたりに止まったものがあるんですよ。はい。見たらね、セミなのね。へえ。これね、懐いてるセミだなとそういうふうに思ってね。ちょっと休憩したのかな。そう。一緒に買い物に行くかなんてね。そしたらね、すぐまたね、キチなんて鳴きながらね、飛んでいってしまったけどね。でもその時にね、あ、そうだ、こうやってね、セミ捕まえても何を食べさせたらいいか分かんないって、で今日のここのところで樹液しか食べないってこういうふうなことだったんで、はい、私は今まで砂糖水かなんか作ってね、それでね、与えてればこれいいのかなってそういうふうに思ってたけど、やっぱりそういうふうなもんでもない、相当本当に難しいもんだなってそういうふうに思いましたね。そうですね。あとね、羽化、そのセミの羽化、まあ、実際のセミの羽化っていうのは、子供の頃に1回か2回見たかもしれないけど、その時にね、
珍しがってそれで触ったりしちゃいけないよって先生に言われたことあるのね。へえ、ね、これね、人が触ったりすると、うん、そうするとせっかくねこの羽がこの伸びかけてきた、その羽がこの伸びなくなってしまうんだってね。うん、それ以上触った時点のそこのところで止まってしまうんだって。あら、うん、だからね、この大変な思いしてそれでね、セミっていうのはこうやってそれで生まれてきて、それで、うんうん、これからねさ、うん、泣くぞってこういうふうにしてる時にね、うん、そういうふうにするともうそのセミの一生は本当にそこで終わってしまうんだよと。へ、そんなもんかなと思ったね、うんうん、そういう思いがありますね。そうなんだ、うん、セミね、うん、この間なんですけど、はい、私もね見たセミは、うん、なんというかコンクリートの、うん、電信柱のところで捕まって泣いてたんですね、うんうんうん、でね、なんかすごい頭の上の方で泣くから、うん、あれどこにいると思ってね、うん、一生懸命探したらね、うん、電信柱だったからコンクリートの、うん、だからあんなところに捕まって泣いても受益ないよって思ったんですけど、うん、でも少しでも高いところから、うん、そのさっき求愛行動ってあったから、うん、メスに呼びかけていたのかな、うん、すごいですね、うん、そう、泣くのはオスだけっていうからね、ですね、うん、そう。あとね、羽化の話が出たんですけど、うん、私ね、あとね、アゲハチョウとカブトムシの羽化を見たことあるんですよ、うん、この実際生で、はい、まだね子供が小さかった頃なので、うん、はい、もう本当にもう30年以上もう昔の話ですけれども、うんうん、はい、アゲハチョウは近所の、うん、おばあちゃんのお宅で、うん、畑をやってる方のところで見つけて、うん、で枝ごともらってきて、うん、うちの花瓶に刺しておいたんです、はい、で何日か経って朝早い時間に見たら、はい、その羽が、なんていうの、さなぎから羽化して出てきて、うん、広げるところだったの。だからあーと思って、もう何も手つかずで、じっと見ていたんですけど、うん、最初は濡れたようなこう縮んだようなあの羽がずっと広がってきて、ピーンと張って、うん、色もすごく出てきて、本当にアゲハチョウになったんですよ。そう、それ時間ってね、どんな時間かかるんですか。そうですね、40分はかかってるかもしれない。40分、うん、もう本当にね、何も手つかずで見とれていました。そんなことがありますね。そうですか、うん、あとね、カブトムシは、カブトムシ、子供が、はい、長女がまだ小学校の5年生くらいの時かな、はい、近くの山へ行って、うん、捕まえてきちゃったんですね、うん、カブトムシの幼虫、はい、それで、なんか山の土と一緒に、うちにあった植木鉢の鉢の中に山の土も入れて、そのカブトムシね、4個か5個入れたんですよね、うん、はい、でその土の中に入れておいたんですけど、それもね、何日か経ってからかな、なんか白い角みたいなものが見えたので、うん、あれと思って覗いたら、オスのカブトムシだったんですね。そしたらね、角も体も真っ白で、真っ白、はい、出てきたばっかり で、でそれがやっぱり時間が経つにつれて、うんうん、薄茶色から茶色、焦げ茶色、うんうん、だんだん黒くなるまでは相当時間がかかりました。あ、そうですか、うん、でね、間もなくしてメスも出てきたんですけど、メスはやっぱり角がなくて、やっぱ黒くなるまで時間かかったんですけど、なんかね、すごい大きくなって、はい、ちゃんとなったカブトムシは子供と一緒に山に返しに行ったんですけど、子供と一緒にその羽化の状態を見たことがあったので、わあすごいなと思って、今、セミの羽化の話が出てきてね、思い出しました。あ、そうですか。あ、今ね、カブトムシってその話聞いててね、はい、思い出したことあるの。近くの山歩いてましたらね、したらカブトムシ、これね、頭だけ、頭だけそれで生きてるんですよね、で胴体の方、これは何、カラスにやられたのか何にやられたのか、
でそっちの胴体の方にはもうアリンコがいっぱいついて、それで、うん、それでね、この頭の方はね、ずっと頭の方、それから手足、これね、うん、動いてるんですよ。であれって、で次の日またね、あれ、あそこのところのカブトムシどうなったかなと思って見に行ったら、まだ生きてるんですよ、次の日も。頭だけでこんなに生きるものって。いや、ね、でもかわいそうな姿でしたね。生命力すごいですね。そうですね。それね、カメラっていうか、この、持ってたね、カメラで、この1分か、そういうふうに動いてるところ、そういうふうなものを撮って、そして残しておいたんですけどね、これ珍しいからって、それでね、フェイスブックに載せたの。はい、そしたらね、随分いろんな人を見に来たんですけどね、でもこれ残酷だってね、そういうふうに言われてね、それで外してしまったんですけどね。そうですね、想像するにかわいそう。そう、本当にね、そのカブトムシもね、さあこれからってこうやってね、出てきたんだろうけど、何にやられたのか、カラスだったのか何なのか、本当にその頭だけでね、2日ぐらい生きてましたよ。そう、すごい、すごい生命力だなと思いました。駅から近くて家賃もお手頃、ペットも OK、 そんな物件ないかしら。あるんです。駅から近くて家賃もお手頃、もちろんペットも OK、 私たち TS にお任せください。所沢市南住吉、株式会社 TS。 白百合、あなたのペットのもしもの時に真っ白い百合を思い出してください。白百合ペットセレモニー。お問い合わせご相談は04-2928-0900まで。白百合ペット王国、次のコーナーは久々の童話ライブでお楽しみください。茶子さん、お願いします。月としのちゃんとかくれんぼ、フリーライター菊池一夫。東の空に丸い大きな月が出ました。その中にうさぎの姿をくっきりと映し出しています。おじいちゃんはその月を眺めながら思いました。晩ご飯を食べたら孫のしのを散歩に連れて行こうと。しのちゃんとはもうじき3歳になる小さな女の子です。ママが2人目の赤ちゃんの出産で病院に入っている間、おじいちゃんの家に預けられたのでした。おばあちゃんが晩ご飯の支度を始めると、そばに来て手伝いの真似事をします。おばあちゃんは、しのちゃん、このお漬物おじいちゃんのところまでお願いね。しのちゃんは両手でお皿を大事そうに持って、こたつ台のおじいちゃんに渡します。おうおう、ありがとう。しのは上手にお手伝いができるんだね、えらいな。そうおじいちゃんが褒めました。しのちゃんはとても嬉しくなりました。すぐまたおばあちゃんのところに行って次のお皿を運んできました。おじいちゃんはさっき以上にしのちゃんを褒めました。ご褒美に晩ご飯が済んだらお月様を見に連れて行ってあげようか。そう言いました。しのちゃんは目を大きくして大喜びでした。おばあちゃんが、夜なのに大丈夫？と声をかけてきます。おじいちゃんは、昼では月は見えまいと言いかけてやめました。晩ご飯を済ませ、おじいちゃんはしのちゃんの手を取って近くの小川のところにやってきました。静かに流れる川に丸い月が映っています。しのちゃんは不思議そうに川に映る月と空に浮かぶ月を見ていました。少し離れた太鼓橋の方に歩いていくと、川の中から何かの声が聞こえてきます。しのちゃんはおじいちゃんにしがみつきました。
あれは牛ガエルってもんじゃ。怖くはないよ、と、しのちゃんを抱きしめながら言いました。牛のような声で鳴くから、牛ガエル。しのちゃんはぴょとんとしています。おじいちゃんは、そうか、しのは牛もまだ見たことないか。そう言って白い歯を見せました。道端に一本電柱が立っていました。しの、お月様とかくれんぼするぞ。おじいちゃんはしのちゃんの手を引いて少しずつ体を回り込ませていくと月が見えなくなりました。しのちゃんは不思議に思い、電柱からパッと顔を出しました。丸い月が空から微笑みかけます。はい、しのを見っけ。おじいちゃんは笑いながら言いました。また歩いていくと大きな桜の木がありました。しのちゃんはおじいちゃんの手を振り払って木の陰にしゃがみました。今度はうまく隠れました。すぐそばににゃーとブチ猫がお座りしていました。しのちゃんはその猫に近づいていきました。かくれんぼのことなどすっかり忘れています。ブチ猫は少し後ずさりをしてちょこんと座ります。またしのちゃんが近づくと同じようにブチ猫は後ずさりします。おじいちゃんはニコニコしながら、はい、しのみっけと言いました。しのちゃんはきょとんとした顔でいます。おじいちゃんが指で月を指してみせました。しのちゃんはやっとかくれんぼのことに気づいたようでした。今度こそうまく隠れようなしの、とおじいちゃんはまたしのちゃんの手を引いて歩き出しました。お寺の大きな屋根が近づきました。おじいちゃんはしのちゃんの手を引きながら屋根の陰に隠れました。ここならちょっとは見つからないぞ。おじいちゃんはそう言ってしのちゃんの頭を撫でました。しのちゃんは少し歩いて月を探しているようです。でもお寺の屋根が大きくて月は見えません。しばらくそうしていましたが、しのちゃんはどうやら退屈しだしたようです。しの、そっちに行ったらダメだよ。おじいちゃんの声がやまないうちに、うーわんわんわんと犬の声が響きました。しのちゃんはびっくりして逃げ出しました。おじいちゃんはしのちゃんを抱きしめて、ああ二人とも見つかっちゃったと月を見上げて笑いました。終わり。白百合ペット王国、田島玲子さんからもお便りを頂戴しております。茶子さんお願いします。はい、番組エンディングの歌声でおなじみのソプラノ歌手田島玲子さんのライブを紹介します。残暑お見舞い申し上げます。9月11日日曜日午後2時から早稲田スコットホールで、ニトベの夢と時空を超えてと題し、一部は講演で順天堂大学名誉教授日野沖雄先生、将棋士ひふみんさん、元スウェーデン大使大塚誠一郎さん、二部は歌と演奏、私田島玲子とバイオリンの吉田直也さんが出演します。吉田直也さんは北朝鮮に拉致された横田めぐみさんと同級生で、行方不明になった日、卓球部の練習で一緒に帰ったそうです。めぐみさんは海側で別れて、それっきり未だに分からずじまい、人生はどうなるか分かりませんねと話されています。素晴らしい方々とご一緒させていただけますことに感謝です。ご都合よろしければいらしてくださいね。結婚されることを祈ります。8月18日田島玲子。田島さん、お便りありがとうございました。ありがとうございました。お知らせです。
9月11日日曜日の午後2時より早稲田スコットホールで公演と演奏が開催されます。皆様のおいでをお待ちしております。番組もいよいよ終盤に差し掛かりました。今回はお便り紹介、北海道の白川博美さん、東京の秋山珠美さん、セミの一生を見てみる童話ライブ、月としのちゃんとかくれんぼでお送りいたしました。この番組は所沢でお部屋を探すならお部屋探しのパートナー株式会社 TS とペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしました。お別れはドリーミングのオリジナル曲から日の光を、田島玲子さんでお聴きいただきながらのお別れです。それでは皆さんお元気で。